イクスト送ってる？送ってる？嘘。ちょっと待って、見つけて、見つけて。ちょっと待って。見つけて、見つけて。これどこでやんの？これかな？お。ちょっと待ってよ。おー、難しいぜ、これ。何これ、普通に一般の人とかも全然送ってくんだね、リクエストとか。これやっぱ、こっちがフォローしてないから上に来るわけじゃないんですね。公式だから、あれとかないんだ、やっぱり。あれ、このアカウントって公式ついてる？俺のはついてんじゃない？ついてる。これついてるよね。あ、申請してない。してないですってよ。これしてると確か公式って上に出てくんだよね。みんながすごい送るからやれないよ。ダメだ。これ、こんなことある？してくれてんのに。全員諦めてくれ。ん？渡辺さんの方に？あ、渡辺さんの方で？のつないで？いや、俺が入っても関係ないんじゃないですかね。うん、多分。ここで今。こんなことあんの？せっかく送ってくれてんのに。せっかく。あ、でもそっか。俺は、いや、多分俺が参加を送ってくるから。ちょっと一回さ、かんなちゃん以外のさ、リクエスト送ってる人たち全員消して、全員消してもらっていい？みんな見たいでしょ。みんな見たいでしょ。仕事してるのか、もう家にいるプライベート橋本環奈を見たいじゃない。そんなの俺が見たいもん。俺も見たいもん。見せてくれよ。頼むよ。アカウント名もう一回見るか。ああ、そうね。初心者すぎて、うん、ちょっとわからんことになって。キャンセルとかってできないの？あ、カンナ橋本 MG って書いてある。MG ね。上に出てこい。出てこいよ。これで知らない人承認したらめちゃくちゃおもろい。めっちゃおもろいけどね。誰か適当に入れるっていうの。あ、ここごめんなさい、めっちゃ指で隠してた。指で隠した？ここ、あの、俺がカメラを隠してた。あ、いいんじゃない、全然。たまには、ね、指綺麗だな、おい。だって。え、公式ついてます、一応。だって早っ。これ、なんかさ、もっと有意義なやり方ないのね。検索とか頭のいいやり方ないのかね。くそ、悔しい。これありえない量の人が送ってるのかな、もしかして。こん中から探すって割と奇跡なんだよな。俺のも一応公式はついてんじゃないの？そんなことないの？でもついてるよみたいなコメントは来てたんだよな。あ、来た来た。お、いけるいける。それ一番下にいた。どう？承認しました。お願いします。え、俺今承認をしてるね。あれ、何にもならんけど。諦めたかな、向こうが。逆に向こうが諦めたパターンある。すごい超ギリギリのこの。あれ、来てないね。くそー、マジか。でも今せっかく見つけたのに、ね、一番下にいる。一番下、うん、ちょ、もう一回押してみていい？あ、一番下にいる。ちょ、カンナちゃん、一回今から承認押してみるけど大丈夫？待って、問いかけるの、こっちの。あ、こっちか。あれ、キュートキュート。あ、俺キュートんだけど。ちょ、待って待って、もう入ってくるってことなんじゃないの？あ、そういうこと。え、わかんない。てかさ、俺らがさ、こっちからさ、あれすればいいんじゃない？こう出てきたときに、なんか、参加できませんだって。なんやねん。何がやねん。どういうこと？なに、今の時間、何？あ、大丈夫よってコメント来た。大丈夫よ。今いけるよって意味だと思う。大丈夫よ。なんでやねんってもう一回来た。でも、今の感じ、多分もう一回。もう一回いけそうだよね。ちょっともう一回送ってもらっていいですか？あ、ほら、いるもん、承認。
これいくんじゃない。承認。おっと、おー、いけた。ごめんなさい、お待たせしました。お待たせしました。姉さんすいません、待ってましたよ。姉さん何やってんすか今。ちょっと映画の撮影が終わって別の仕事現場に移動中です。映画撮ってんすか。はい。どうし、めちゃめちゃ大変じゃない。ここからまた仕事があるんですちょっと待って、カンナちゃん来た瞬間えぐいぐらい見てる人増えたんだけど嘘すげえな、ハシコとカンナ。え、しかもこっから別現場行くの。ちょっと衣装合わせだけあります。やば。いや、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。公開しました。おめでとうございます。おめでとうございます。イエイ。いただいちゃってます。いや、そうですよね。なんか泡飲んでるなって思ってます泡がすごいです。泡すごいですね。泡がすごいんすよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は2人でクリスマスパーティーなんですか。そうなんです。つかの間の、つかの間の、つかの間の、お忙しいですもんね。そうなんですよ。カンナちゃんが来なかったらもうこのまま終わるかなって思ってたけど。そう。あ、そんな感じでした。カンナちゃんが来てくれてどうにかなりました。あの段取り的に用意されてたケーキをシカとしてやめようとしてたところ。いやいやいや、ケーキ絶対出したんですよ。いいよ、別に。そうなの。じゃんけんな。それは今は、あの、ちなみにすっぴんってやつですか。あ、ですね。ちょっと薄すぎません？大丈夫？光当てといた方がいいですよね。すっぴんがすごいのね。変わんないの。変わんねえじゃない。こう、光を受け止めに行こうかな。今、それは車内だ。あ、車内ですね。完全に車内です。もう着る毛布着ちゃってます。最高じゃない。暖かいです。すごいな。家感もちゃんとちょっとある感じ。おお、なんかすごいケーキ。すごいケーキが来ました。ケーキ見せてよ。ケーキ見せてよって来たんで、じゃあ。結構プチと。せっかく用意していただいたんだったら見せた方がいいんじゃない。あ、かわいい。なんか、トナカイ？トナカイ。トナカイの、ちょっとね、縦にしすぎると、あれだから。落ちちゃうか。落ちちゃうの。写真撮ってそれを見せるスタイル。あ、すごい。あ、なるほどね。頭いいな。ほう。すごいじゃん。かわいいですね。かわいいんです。かわいいゲームです。そっかそっか。すごいですね。なんかすごいな。これがインスタライブか。いや、なんか2人初心者そうでしたもんね。うん、初心者に。僕に関しては2回目なんですけど。あ、インスタライブです。インスタライブが、うん、やったのが去年なんでだいぶ空いたな。もうよく覚えてないっていうのとこういう何なんかインスタライブのさコラボっていうの、うん、っていうのは初めてだから。あ、コラボはしたことないんだ。ないのよ、うん、こんな芸能人にスンって入ってくんだびっくりしちゃいます。ちょっとせっかくカンナちゃん来てくれたからカンナちゃんにもお題1個出していいですか。お題を、はい、はい、あのこの間の舞台挨拶の時のあれがブラックナイトパレードでこんあなたの願い叶えますみたいなのを12月頭にやって、はいはい、それで叶えられなかったお願いをこう何個か抜粋して今日持ってきてて、おう、それが今聞いてもらった。今カンナちゃんにすごいぴったりのお題があって、はい、クリスマスソングを歌ってほしいっていうお題なんですけど、うん、全然ぴったりのお題じゃない気がする。これはカンナちゃんだなっていう気がして、うん、ずっと溜めてたんですよ僕ら。そう、来るだろうな。絶対って誰よりもカンナちゃんに歌ってほしいもんね、うん、そんな一回ちゃんと俺らミュートになるから、うん、本当ですか。いいですか。なんかもう全然クリスマスソングだったらあの全然歌いやすい、何でもいいんで。まあ、社内で一人しかいないんですけど、はい、全力で歌いますね。あ、お願いします。助かります。
二人とも乗ってもらっていいですか、ちゃんと。はい、乗ります。いきます。はい。ジングルベール、ジングルベール、つつが鳴る。ふぅふぅ、ありがとうございます。ちなみに今のおね、はい、はい。何でしょう、今のお願いが不特定多数からちゃんと届いてたんで。そうなんです。もうみんながカンナちゃんの歌声聞きたかったんで。その自分だけやりたくないやつを押し付けるのやめてもらっていいですか。あ、違うんですよ、全然違う全然そういうのじゃなくて、なんか僕らも歌いたかったんだけど、これ吉田さんやりたくないなと思いましたよね。全然違います。でもカンナちゃんが来るだろうなと思って、あ、これもうカンナちゃんに取っておくしかないなっていう、うん、名がカンナちゃんの歌を聞きたいはずだからっていうことで、うん、絶対違うな、これだけは。なるほど、うん、最高のクリスマスプレゼントだ。最高ですよ。最高のメリクリです。メリクリ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、ありがとうございます。本当に。じゃあ、これって一人一人歌っていくやつじゃなくてですか？回していくパターン。違います。もう大カンナちゃんの。あ、違いました。はい、はい、聞くっていう回。あ、本当ですか？そっか。わかりました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかそのために来ていただいてそのために来ていただいたんだ、やっぱりなんかさっきのあの結婚してくださいみたいなあれもその企画でってこと？あ、そう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 、だからなんかそのお願いの中に1個あったから、ほうほうほう、いいよって来るようになってるってこと？今だけいいよって来るっていうシステムに変えてます。今日中だけ公式の LINE みたいな、公式の LINE があるんですよ、僕実は。はいはいはい。それに結婚してくださいって送ったら、うん、今だけいいよって来る。あ、それ面白いですね。そう、だから今から1時間半ぐらいだけ僕すっごい結婚相手がいっぱい増えるんですけど大変ですね。大変なんですよ。全員にいいよって送るってやばいですね。毎回自分で手で打ってますから。え？そうだよ。どこもアナログなんです。そうなの、そうなの。すごすごいんすよ。だって、なんかあれだわ、いいよ、来ないですって来てる。え、嘘。え、うん、俺聞きましたけどね。いや、手では打ってないだろ、さすがに。いや、打ってる打ってる、ずっと今、この見えてないこの左手でずっと打ってっからいや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 ちょっと信じかけたじゃん。みんながさ、嘘だよって教えてくれてるからいいけどさ、やめて、本当に。忙しすぎてちょっと脳疲れてんじゃん。そうかも。うん、おもろ。そうなんですよ。いいよって来ましたっていう人もいますね。みんな結婚しましたの報告多いな。まあそらそうなるわな。まあそらそうなる。記念日が12月24日になったと。最高の結婚記念日ですな。確かにね。クリスマスイブですからね。あ、イブですから。イブはすごいですよ。ずっといいよがいいって来てる。ずっといいよ。さすがに永遠に増えちゃうからさ。そうそうそう、さすがに打ち止めはね必要ですから。やっぱクリスマスの特別っていうこれもありますからね。なるほどね、うん、今日一日でも相当増えそうですからね、妻が。妻が、ね、妻は私罪な男ですわ。一夫多妻制、一夫多妻制でね、うん、やらしてもらって僕は。何食べてるんですか？なんかクリスマスっぽいやつ。一番クリスマスっぽいやつ。ヒントかは？そうやってスッてできるってことはさ、やっぱそういうラインライブっていうか、ラインライブじゃないの、このインスタライブとかさ、はい、インスタのアカウントとかっていうのは自分の携帯でやってんの？あ、はい。そうなんだ。あなたもそう？私もです。あ、そうなんだね。え、違うんだ、逆に。
俺は違う。スタッフさんがやってんのか。スタッフさんがまあやってるから。そこにちょっと顔出す的な。まあまあそうね。インスタに関してはもう LINE ライブしかやってないんだけど。LINE ライブじゃない、インスタライブしかやってない。インスタライブね。お酒飲んでるんで。お酒飲んでるんで、すいません。勘弁してください。確かにな。本日2回目の稼働なんで、これが。あ、そうなんですか。そうなんです。年一っていうね。年一って少ないっすよ。前回もクリスマス。去年はね、あのちょうどタイガやってたから、あタイガの最終回終わりにその30分後とかそんぐらいにやって、もうアーカイブみたいなの残してあるやつ、投稿に一つだけ。そうそうそう。あれか。あれあれ。全然インスタ活用してないじゃないですか。そうなんです。2回目の活動です、私。うん、確かに。すごい。2回目にしてこんな豪華なことありますかっていう。確かに。部屋がね。皆さん、ブラックナイト見てほしいですね。見てほしいですよ。うん、見てほしいです。もう余裕で3分ぐらいで終わらせようと思ってたけど、私楽しくなっちゃったもんね。うん、次の現場に着いたので、私は。あ、着いちゃいました。こちらで、はい。すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、なんか、いきなり乱入してしまい。いやいや、もう本当にもう、助かりました。助かりました、マジで。まだ埋まりました。ありがとうございます。あるだろう、2人でも。カンナちゃんがいなくなった瞬間、めっちゃ減るんだろうな、見てる人。減らない、減らない。ありがとうございます。500とかになったらめちゃくちゃおもろい。ありがとうございました、また。ありがとうございます。メリークリスマス。はい。メリークリスマス。良いお年を。ブラックナイトパレード見てね。あ、ブラックナイトパレード見てください。見てねー。お願いします。良いお年を、2人とも。良いお年を。バイバーイ。はーい。いや、すごかったわ。これがインスタライブです、ね、これがインスタライブ、新時代の。インスタライブとはこういうことかというね、まじまじと感じました。今どきだな。橋本環奈、ポンって出てくる、出てくる世界あるんですね。すごっ。これが今ですね。すね、今どきですね。今どきです。ちょっと楽しくなってきちゃったな。もうちょいやる？もうちょいやるか。もうちょいピザがあるからね。ちょっと、あ、温め直そうとしてくれてます。わざわざね、これ、うん、マネージャーさんがなんトースターをこうアイレスそんなわざわざさあ、すごいな言った方がいい条件言った方がいいですいや、待って、減っとるやないか、人着実にうん、着々と人減ってますまずいまずいまずいくそ、中川大使来てくれ中川大使は何やってんだ、今今、地方あ、そっか、舞台中だ。うん。そりゃきついわ。そう、だから昨日もそうだもんね。舞台、そうそうそう。舞台があったからどうしても来れないっていう。そうなんですよ。あ、残ってくれてる人もいるよ。残ってるわよって。ありがたいですね。ありがたいね。ありがたいけども、こっからは多分中身ないよ。ただただ男2人が酔っ払ってるだけだよ。どんどんお酒進むだけだよ。赤ワインもあるらしいですよ。どうします？まあ、じゃあ、あるならあげとくっていうね。あるならね、一応ね。ちょっと待って、俺、ただの酔っ払いになってきてる。すごい。同じ。シャンパンと同じ。どういうのがあるの？いいぶどう、美味しいやつですね。これ開け方ちょっとわかんねえかもな。貸してみ。お。貸してみいいよ。やっぱね、最近こういうのもさ、自動なのが多いからさ、めっちゃ硬いかも。もうでもコルク中に入るパターンだね。これも手動で入れていくスタイルっていうのはなかなか大変です。